はい、こっからは、えー、家からです。えー、先ほど、えー、ワンマンツー、えー、ラスビラスカイ最終公演、えー、見て、で、今、帰宅しました。で、最後の公演を見た時に、その場で、ちょっと感想を言おうと思ったんですけど、ちょっとね、あの、感極まってですね、ちょっとあの、泣いてしまって、ステージバックでこうやって撮ってると、みんな泣いてるところですね、みんなに見慣れながら撮るという、 めちゃめちゃ集中プレイな感じになってしまうので、ちょっともう取れなくてですね、もう止めて、で、パークではもう取れないので、ちょっと今、帰宅して、今回してます。それで、えー、ワンマン、最後の、え公、ー、演、終わりました。最後はね、すげー盛り上がるかなと思ったら、やっぱこれ、抽選だから、あの、テンション低い人とか、あの、最後っていうんだったら見てみようか、みたいな人も、やっぱりね、抽選だからいるので、あの、思った たほどの盛り上がりはなかったと思います。今まで見たラスビラスカイのショーパレードの中でも比較的大人しくいつもの土日みたいなテンション、温度でなんか終わったなっていう感じがしました。それで今回一番俺良かったなーと思ったのは何もなかったことですね。 あの10月の後半からあのカーテンコールのシーンが入ったでしょ俺あれは毎日ラスビラス会をやってくれてるっていう風に俺は解釈してるのでだから今回ももちろんそのラスビラス会のあのカーテンコールはもちろんありましたでその後に最後だからって言ってさらにもう1個サプライズでなんかスペシャルアンコールとかねあのカーテンコール2回目とか 俺はやらないで欲しかったので、やるなよ、やるなよ、やるなよ、と思ったら、ちゃんとやらなかったので、めちゃくちゃ安心しました。もしこれを、変なカーテンコールを追加で特別にサプライズ、なんていう風にやってしまったら、これは、悪しき習慣となってしまって、またもし次にね、今度じゃあニューヨークとかパーティグラとか BB なんかが終わるときに、またラスビラス会ね、 最後はもしかしたらワンマンでやったんだからやるかもなんていう風にみんなが変に期待してより一層ラスビラスカイのチケットなんかヒートアップしてしまうのであのやるなよやるなよ絶対やるなよっていう風にまやらないだろうなーって思ってましたそして案の定やらなかったのですごく良かったと思いますそれで最後のラスビラスカイのワンマンの内容なんですけど俺の目には 普通のいつも通りのワンマンに見えました。最後だから特にとかですね。なんかコメントとか動画なんかでもしかしているかもしれない。特に最後はこんな感じで気合い入れだったとかですね。最後だからっていうのは特になく、いつも通りの平常ワンマンで終わってくれました。これも俺めちゃくちゃ良かったです。だから、 今日俺ラスビダスカイだって言ってビデオ回したんだけど正直他の日もね見た9月とか8月に見たワンマンと内容は別に正直変わってません変わってませんでしたいつも通りのワンマンだった俺はでもそれがすっごく良かっただからみんながもうワンマンこれが最後かもって言って見納めって言って例えば ね、前の週とか11月とか、最後に抽選当たったのって思い出せばいつだろうって思うと、おそらく9月とか10月とか人によって1年前とか、あの、その人にとってのラスビラス会っていうのは皆さんあると思います。だから、みんなが自分の中で見たラスビラス会っていうのと、今日俺が見たラスビラス会は内容全く同じでした。同じです。俺はこれ断言します。 なので、皆さんが見た、この中で見た、その日のラスビーラス会っていうのと、俺が見たものは同じなので安心してください。みんなのラスビーラス会はみんなにとって一番の思い出になってます。大丈夫です。ラスビーラス会見れなかったって言って悔やむことはありません。みんなが見たその会が一番最高の会です。で、一回一回アドリブはあるので、そんなこと言ったら、世界でね、あの同じショーはないので、 みんなが見た回、俺が見た回、それは何かしらアドリブがあります。だから、みんながコロ中で見たラスビーラス回っていうのと、俺が今日見たワンマン、内容同じです。変わってません。ので、安心してください。めっちゃ良かった。何にも変わらず、いつも通りのワンマンを、いつも通りにやってくれて、俺はそれがめちゃくちゃ良かったです。<laughs> あの、 うん。すごい、その、何、優しさというか、そういうものなんだなっていうのを、あの、すごく感じました。これわかるかな俺の言ってる意味。あの、普通だったところがとにかく良かった。なんか、うん。あの、優しいなと思ったね。これでもし特別なことやったら、クンズ10月にね、 しか来れなかったっていう人が、ねえ、かわいそうでしょそういう、かわいそうな思いをさせたくない。10月以降ずっとカーテンコール毎日やって、あの、すべての人にラスビラス会を見てもらおうっていうのが、すごく今日は感じました。うん。で、俺ワンマンそういうとこも含めて、よかったなぁと思ってます。うん。もう、で、 そういうなんか、そのパーク運営の計らいとかね、なんかそういうのをね、粋なところをすごく感じました。まああの、ね、アーリーの人がね、自由席のチケットをどうとかだとかなんかありましたけど、まあそれは別に動画まとめようと思ってますけど、うん、でもその、今日のラスビラス会に関しては、平常でやってくれたところが良かった。 で、今日立ち会えなかった人、悔しいかもしれないけど、別に悔しがる必要はないです。あなたが見た、あなたがその日、俺の中で今日がラスビーラス会だって思ったその回が、間違いなく最高のワンマンだと思います。はい、ワンマン最終回以上です。めちゃくちゃ良かった。はい、すいません。ちょっとあれで終わろうと思ったけど、 ちょっと最後にもう一個言いたいことがあるので、えー、追加でちょっとコメントします。ワンマン、えー、2019年12月で終わりました、えー。名前に書いてある通り、ワンマン2っていうことで、えー、知ってる方も多いと思うんですけど、ワンマン1がありました。ワンマン1は1988年から、えー、7年続いたのかな ?1995 年まで続きました。95年の9月かな で、実は俺は、その95年の9月の q ンマンの、えー、ラスビー、ラス会をちゃんとショーベースで見てます。で、その時も整理券でした。で、2列目の一番左のところを撮れました。で、もう q ンマン終わるのほんとショックで、で、その後始まったフィル・ザ・マジックがもうどうしてもちょっと受け入れることができなくて、うん、ちょっとフィール好きな人はすいません。 うん。で、その後のワンスサポンはマウスもちょっと受け入れられなくて、めちゃめちゃずっと不満でした。で、もうワンマンの最終回はもう第5級、涙涙で、すごい終わるのが悔しかったし、寂しかったんですよね。で、そこからまさか9年して、2004年の7月かな。まさかのワンマン復活。で、俺復活の日は、初日かなもしくは、 初の土日かなちょっと忘れたんだけど、すぐ見に行きました。で、9年経って、パワーアップして、ワンマンに、もう、また大号泣見終わった後、もう9年間ずっと終わって、悔しくて悔しくて、もう、ワンマンなんで終わったんだ、畜生って、その悔しかった思いが、9年ぶりにワンマン帰ってきたところでも、当時見終わった後、ボロボロ大号泣で、 当時の彼女からも大丈夫メサみたいな感じで。はい、あの、解放されるぐらいもう2004年の1回目のバンバンもう大号泣だったの覚えてます。で、そこから15年かなはい。続いて2019年12月2回目の終わり。当時95年に1回目サヨナらしてから24年経って うん、またワンマンズドリームで、ね、同じ章で2回もお別れをね、迎えるとは、俺も思いませんでした。なんか、親子みたいな感じだよね。なんか、ね、子供を卒業で送り出したら、その息子か娘が、子供が入ってきて、やっぱり卒業を送り出したみたいな、なんかそんな不思議な気分ですね。はい。なので、えー、年発20年以上更新して、旧ワンマンと、 えー、ワンマン2をですね、えー、ラスビラスカイ、同じように、さよなら、することができて、ちょっと、あのー、我ながら、この D オーターっリがですね、誇りに思う、まあ、誇りに思うというか、我 <laughs> ながらようあるわ、ってですね、ちょっとまあ、あのー、自分で振り返ってみても、そう思いますね。うん、ワンマンと2回お別れすると思わなかったなで、ワンマンは、9年経って復活したので、ワンマン3、もしかしたら、ね、 あの8年9年したら、あそこのフォレストシアターでもしかしたらワンマン3となって、なんかマッピングとかね、なんか使われて、もしかしたらまさかの復活をするかもしれませんので、はい、そんな期待もちょっとしたいと思います。はい、という感じかな。だからね、24年前のお別れと、今日のお別れと、またちょっと内容は違うんだけどもね、うん、なんかちょっとしみじみ来たので、はい、最後追加でこれコメント言わせてもらいました。 じゃあ本当にこれで終わりです、この動画。じゃあ見てくれてありがとうね。